私はどこにいるでしょうか、わかりますか皆さん。正解はここです。109よよよよよ109スクランブル交差点チクチク。はい、ありがとうございました。アジ散歩。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ファンクラブ会員限定のオンライントークショーです。いやー、いいぞ。はい、はい、はい。今回でもこのオンラインのやつはね、参加者がなんと50人とか100人ちゃうよこれ。なんと9万人。絶対おらんやん。あ、じゃあ900人。なんでこれ1200かったやんこれ。なんで900だよこれ。さあ今回ゲスト来ましたよ、ミスターガンバね。もう名前言うのもなんかもうしんどいから、もうミスターセブン、セブン安人言っとるやん。はい、藤原智樹選手でーす。ひろきでーす。はい、どうもはい、オンライン初めてトークショーは。あ、いや違うかな。いや、やったことある。いや、なんかやったことあるっていうか、なんか最近多いやん、いろいろ。ああ。そうそう、だからな、初めてって感じではない。え、トークショーで一番思い出に残るトークショーって何かあった？今からちゃう。よっ。これはね、記録よりね、記憶に残るトークショーにしたいと思います。なんかどっかで聞いたような言葉やね。藤原選手、はい、この間もカジ散歩出たやん。前評価上がったやろ。いや、下がったでしょ。え、あれからさ、カジカフェに来るさ、ファンの人がさ、いや、藤原くんなんか可愛かったとかっていう人が多かったけど。めっちゃムカついたもん、なんか。あ、どこが可愛いねんと思いながら。エンドさんどうすか仕上がり。もうプロ何年目？23年目。長いなこれ。長いね。再開して7月4日もし出れば。ああ、新記録ね。お、出ればいい。お、すごない？いや、すごいんちゃうかな。いや、俺のレベルであれやったからな。 J1 通算300やったからな。笑うな。いや、俺が笑うな。春は何試合今 J1。 200ちょっとっす。おお。だってカジあれやん、海外行っとったやん。ああ、そうやね、結構海外長かったからね。アメリカ行ってどうなったんだっけ。半年で帰ってきた。もうあれはね、6年ぐらいのあれやったね、多分。おった感じやったね。海外帰りやもんな。ほんまやな。最後にみんなでさ、送り出してくれたのにさ、うん、半年で帰ってきたもん。半年で。恥ずかしい。恥ずかしい。いやいや、恥ずかしない、恥ずかしない。俺は全然恥ずかしくないよ、全然。俺はもうやりきった。もう企画いくよ。今回のトークは、伝説検証。遠藤さんからいこうかな。はい。遠藤さんの伝説、今、巷で伝説になってること。はい。いきますよ。はい。一つ目。どん、やっと渋滞。何、どういうことこれ。あれでしょ、あの左車線は渋滞するってやつでしょ。伝説。ルールに忠実なんちゃうかな。いや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 、いや、なんか別に急いでへんし、ゆっくりでいいやん。なんなん、遅刻しそうになってもそれゆっくりなの。1時に集合やったら12時59分59秒までに行ったらいいねんから。日本人はニコニコ30分前行動やん。早い早い。それだともうめっちゃ早かったもんな。あれな、早いよ。ヒヤヒヤするもん。なんか何時間前に来てたっけ、クラブハウス。まあ2時間3時間前。そのメンタルがすごいわ。だってあんまだって遅刻してへんもん、意外に。
代表の時もさ、なんか岡田さんの時もなんか遅刻っていうか、みんな集まってんのにさ、ゆっくり歩いてきとったやん、なんか。でも遅れたことなかったから。いや確かに時間には間に合ってんねんけど、それが1分2分前とかにもうみんな集合してんのに一人でタラ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 歩いてさ、ほなもう岡田さんとかもなんか別にそれが普通やしさ、あかんでしょと思いながらさ、あよこみようと思いながら。大丈夫大丈夫、間に合ったらいいから。間に合ったらええの。うん、モノマネショーをやりたいと思います。よろしくお願いします。ピッチで叫んでる西野監督。おおおおどうぞ。おおありがとうございます。続きまして、ピッチで叫んでる宮本監督。ありがとうございます。ピッチで叫んでるドラえもん。バシくれよバグドラえもん。あ、次いきますよ。音楽を聴いてザック監督に怒られた。これは、うん、嘘？本当？あ、本当やね。え、本当なんこれ？うん、まあ俺が怒られたってわけじゃないけど、なんか俺が流してたみたいな。あ、スピーカーでってこと？そうそうそう、スピーカーで流してたら、うん、なんかその試合引き分けで終わって、あ、お前ら試合前に音楽聴いてるからやみたいな感じで言われて。その時怒ってる時のザッケローニ監督はどんなやったん？最後どんな感じで言ってたん？そんな感じで、イタリア語やから分からへ ん、 なんか。藤原は知ってるはずや。これ音楽聴いてんじゃんね。あんだこれ、はい、本当ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、次、あの藤原選手ね。続きまして、藤原選手、藤原選手の伝説検証。はいボーリングがプロ級。あ、これマジです。いやいや早いな答え。でも280とか。え、聞いてます？いや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 、あ、いや280なんや。あ、いや300中っすよ。いや分かっとるかなお前。ダメんなよ。絶対絶対あれや、今度企画でこういう企画したんねん、絶対。ボーリング 大学時代、うん、あの精密機械って呼ばれてました。幽霊みたいな顔しやがって、お前。精密機械言うな。あ、最後ね。はいはい、一人でホラー映画。ああ、これは見ます。例えばどんな？いや本当にあった呪いのビデオとか、そっち系っす。うわぁ、霊感とかないんで。あ、まあ、だからなんかちょっと起きてほしいみたいな。え、幽霊見たい。あ、見たい、会いたい、会いたい。怖いやつやで。ないっすか、なんかあったこと。いや、ないよ、もう今がホラーよ。なあ、やっとな。え、やっとホラーみたいな顔してよな。やばいっすよ。あるの試合終わりはもうホラーみたいな。わかる。わかる。もうげっそりしてさ、なんかこの辺こう、はぁ、これ。はいはいはい。でも家事もそんな感じやったから、ね。あ、そう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 。俺もう脱水。なんか出し切って、うん。そうっす。ホラーになるんですよ。まあサイドバックはそんな感じやんね、でも。そうっすね。試合後はホラー。いや、ホラーよ。もうやっとだけやで、ひょうひょうとしてんの。え、やっと見る？ホラーとか。あ、見えひんな、あんまり。でもさ、コナン見てたやん、結構。うん、コナン大好き。の、ずっと見てたもんね、バスの中で、遠征の。ああ、そうそうそう。好きやった。あれさ、俺いつも思ってたよ、コナン見ながらさ、なんか携帯ずっとゲームしてるやん。ゲームしてる。どっちかにせえよと思いながらさ。
じゃあじゃあじゃあ、どっちもあれやん。どっちもパーフェクトにいってるから大丈夫。いや、絶対見れてないからね。やっとさん、コナン出てましたよねって、なんか視聴者の皆さんから。出たよ、2回ぐらい。何の役です？え、本人役、コナン役の南さんがすぐ横にいて、うん、あの生のコナンを聞いたからちょっと感動したけど。あー、それ感動するよ、ね。すごかった。俺もあのめっちゃドラえもんのあのドラえもんめっちゃ声すごいから、うん、多分感動するよ今聞いたら。ちょっとやってみて。僕ドラえもん。同じチームの選手と結婚するならば誰が？やっぱカジでええわ。買ってくれる人、言うこと聞いてくれる人。言うこと聞いてくれる人、どれやで。いや、知らないよ。一生独身やよ、これ。ガンバファミリー .net は、野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。